三の塔は、丹沢山地南東部、神奈川県秦野市にある標高1204.8メートルの山である。丹沢山地南東部の矢び峠から塔の竹へ、連なる丹沢標根のほぼ中間に位置する山であり、周辺の山々と共に丹沢大山国定公園に指定されている。山頂部は南北に長く、小立が少ないため高猾な展望があり、大山から、 相模湾、箱根山地、富士山、そして塔の竹から伸びる長大な表尾根の全貌を望むことができる。山頂からは四方へ尾根が張り出しており、南東へワニの塔、母提峠、竹の台へと続き、矢び峠に至る。北西に伸びる尾根は、南東の尾根と合わせて、表尾根と呼ばれており、カラス大山、行者岳、新大日へと連なり、塔の竹へ至る。 北東へは、よもぎ尾根が、札ツ集落へ伸び、南西に伸びる山の、東尾根は大倉へ下っている。南独の母大集落の直上にそびえていることから、母大山とも呼ばれ、北陸の札ツ方面では、ヤビツ峠付近から北流する藤熊川の支流の、一つである水卓が東山へ突き上げていることから、水卓の頭とも呼ばれている。山の塔の山頂には、 無人小屋である三の塔休憩所が建っている。表尾根にはカラス小山山頂のカラス、小山荘や新大日の新大日茶屋などがあり、塔の竹の山頂には、通年営業の御事仏山荘がある。広々とした山頂に立つ三の塔休憩所ありし日の、富士見山荘三の塔休憩所は三の塔の山頂部に、ある木造の休憩小屋であり、表根で唯一の無人小屋である。 正式名称は存在せず、三の塔避難小屋や三の塔休憩小屋などとも称される。小屋内部には床板はなく土間となっており、テーブルが2台設けられている。また、壁に沿ってベンチが設置されている。表尾根には多くの山小屋が存在するが、その多くは週末営業の小屋であり、通年営業の小屋は塔の竹山頂の御子と仏山荘のみである。 公衆トイレが設置されている、氷尾根の登山口前には、富士見山荘という山小屋があったが、2012年7月3日に火災が発生し、全焼した。カラコ神社の伝承のイメージ図。山麓に最初の神明かりが輝き、その後、奥の山上にも二の明かり三の明かりがと思った。三の塔、および隣接する二の塔の三名は、南山麓の肌の塩湖のにある。 から古神社に伝わる、次のような伝承に由来する。その後、明かりが、塔に点火し、現在の名前になったと言われている。一の明かりにあたるから古神社から古神社社殿肌の市、横野より青ぐ三の塔と二の塔肌の盆地の、南側に広がる渋沢丘陵より眺めた三の塔と、表丹沢の山々。 肌の盆地内の標高は150メートル前後であり、稜線部とは1000メートル以上の標高差がある。写真で見えている稜線のうち、塔の竹より、右側の稜線の反対側が、おおむね東丹沢地域、左側稜線の反対側が、おおむね西丹沢地域にあたる。氷丹沢地域で、最も入山者が多いのが、写真中央の大倉登山口。 ついで多いのが写真ミニ側の大仙手前にあるヤビツ峠で一年を通して多くの登山者が訪れる。ありがとうございます。